メイスコンチャガンです。今回ですね、メンテナンスのこれ一番最後のね、このタイガープリモの必殺技のエフェクトを修正しました。これ何のことやろってずっと思ってたんですよずっと思ってたけど、ようやく見つけたお前か。誰も持ってないスキンのエフェクトの変化とか別に書かんでいいからこれもう知らせる必要ねえからこれ。まあとりあえずね、これかっうわ、はい、ということで豚にヘッドショットかましたらなんかお金出てきたんで、まあそれでとりあえず6100円分のエメラルドゲットしてからのタイガープリモのスキン、はい、ゲットじゃあということで、あ、まあこれ結構高いんですよね、このエルプリモのスキン。そこそこで、なんか下にはめちゃくちゃ顔色の悪いエドがいるし、まあとりあえずまあこれも一応買っとくか。いや、もうおまけみたいなのついでに買っときましょうか。はい、あ、ミスった、しくった、ガチでミスった。コンテンツクリエイターブースト何のためにもらったんや、俺もガチでしくった。もう支援やめようこいつ。はい、ということでまあとりあえず使っていきましょうか。いやー、とこタイガープリモ、この堂々としたエルプリモの姿、さあみんなの命は俺が守ってやるよと。さあこのエフェクトもねなかなか良くて、さあこれとりあえずしばいて、おいおいダイナマイコいじめんなお前、おいこの威圧でもうみんな逃げてるやんけ、ちょっとよし殴らせて、新しいスキンゲットした、ゲットしてテンション上がってんのに殴らせてくれ、ちょお前らマジでおい全員逃げていく、これもうスキン関係ねえじゃん俺、おい逃げるなお前ら。うわ、これ壁割りてんだが、いやガジェットがちょっとうまい感じに当たらん、うわー、また壁たかれていく、おいマジ殴らせろお前ら、どっちでもいい、これ下の壁壊して、まあ、一気にね、まあちょっと有利にしていきましょうか。さあ、いやこれウルトで壁壊しに行きたいんですけど、いやまあとりあえずロボ出し優先ですね。さあこの新スキン取ってまだ一人も殴ってなくね、これこのウルト俺ダメージ食らったやつしか殴れなんか溜まってなくね、これしばいて、オッケー、なんか強いところが一つも見えねえ、このスキン買っただけ、おい、いやマジ引き分け辛くねこれ、ちょっと待って、これちょっと次ネジ負けしたら格負けなんで、さあ当たれ、おい殴らせてください。本当にもうやばい。殴らせろって。おい、最後以外誰も殴らずに終わったんやけど。さあ、続きましてサッカーなんですけど、このマップね、エルプリモのサイドがめちゃくちゃ強いんですよね。そっちサイド俺行かせてくれ。俺ミッドかい。俺ミッド、しばかれる。やばい。いや、これでいく。いや、めっちゃウルト溜まってる。お前らに見せてやろう。変わったタイガープリモのエフェクトを。さあ、ここで。誰もいない。おー、待って、止めんな。危ねえ。ガチで危ない。おい。タイガープリモのエフェクトを敵に当てさせてくれ。さあ、これ、待って。このビビめっちゃしばいて逃げない系なんで。いやー、まあ、ウルト溜まったんで、エルプリモのウルトはマジで命なんで、これをね、大事に使えば、まあ、勝てるんじゃないかなと。さあ、まあ、スツー厄介ですね。さあ、リコ、お前、ガジェットそっちかい。これ当てつつ、さあ、うわ、こっちの敵のエフェクトのがかっこいい。かっこいいとか、もう威圧感がレベルちげえ。マジで、このローサの、少佐ローサの威圧ちげえ、マジで。さあ。いや、これ、まず一番最初にローサ倒しての、いや、ビビ倒しての、からの、逆にローサしばいての上行きの、デスタパで足早なんで逃げれ。うわー、壁壊させてー、お前、マジで。いや、お前は悪くない、確かに。よし、オッケー。あぶねえ。いや、これマジで、再戦押してくれる説ある？お、いいね。あ、いいね。多分最後の、ミスのせいで、リコ再戦押してくれなかった説残すね。さあ、続きまして、モーティスはありがてえ。モーティスボコボコにしばけるんで、なんですけど、ちょっとメイクがしんどい。じゃあ、エドガーね、なんか逆に負けるんですよね、このエルプリモに。ちょ、何？オッケー。で、メグのウルトが溜まった瞬間、俺がボコしに行ったら、いや、溜まる前に俺がノックバックで進化させないようにしてあげたいところなんですけど、オッケー、今、よし。で、これちょっと決まったっすね。オッケー、投げつきの、で、これ壁壊し、さっきみたいなミスはしないように壁壊しの、なお敵のね、エドガーの無敵時間が終わるのを見越してからのウルトっすね。さ、このガジェットね、この、何このガジェット、マジ、どのタイミングで使えばいいかちょっとあんまりよく分かってないんですけど、エルプリモとか普段使わねえから、こんなキャラクター。さあ、これおいい、絶対来るんで、よしよしよし。で、これメグ、なんでわかんねえ、なんで、まあ、いや
おー違う違う、そう俺じゃねえ、俺とメグ一緒にすんなマジで、あんなチビスキと一緒にすんなこのタイガーを。さあさあさあ、まあまあ出だしは結構順調っすね。さあこっからまあ壁壊れてるんで、まあ、ウルトシュートも狙えつつ、いやこのなんかメグだけちょっとやったら腹立つんで、しばきにこれモックバックさせれたら勝てた。でこの2人はしんどい、投げつつこのタイミングで投げるんか、分かった勝てる、え勝てねえ、よしよし、パス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 、ああれ、おあ待って、もう2人どこ行ってる、もう追いつけんくなったって。いやもう落ち着いてメグしばくか。あとれ、おい待ってくれ待ってくれ、あの 10% あのバッテリーはマジで大事。さあこれもう手しばいていきたいところ、これおこれマジで決まった説ある、投げて、ま、最悪投げて、これダメージオフしてので、これウルト持ってる、いけるいけ、あのメグダメージ高いんよなこいつ、あざ笑ってるこいつ。こいつバカにしやがったな、このタイガーエルプリモ。ちなみにメグお前そこそこタイマン負けてるんやけど。まあまあええか。まあここであの敵の戦術としては多分あのメンタル的にね、メンタルから破壊、もう最悪、もう今のいっちゃんやったらあかんやつ、もうすでにメグの術中にはまってもてる。いやだがしかしここカバーしつつの、これ当てのこの進化前のメグに殺されんのがいっちゃん腹立つ。あかんわ、このタイガーエルプリも誰も買わないでください。さあ続きましてエドガーの新スキンなんですけど、これはマジでかっこいい、あのなんか思ったよりかっこよかった。あの顔色悪いとか言ってすいませんでしたっていう。はいティック、ティックとかマジであの誰が作ったやつ、あのマジでティックだけもう このなんか e スポーツってやっぱ派手であればあるほど流行るんですけど、このティックのせいでこのゲームが地味になってしまう。だからもうティックだけはもうマジで選ばんといてくれ。しかも味方にもティック色、ティックじゃなかったら止めたやろ、今のティックじゃなかったら止めれたでしょ、最悪や。ちょっともうこのティックマジでティック禁止令、ティックマジで消したいんやけど、もう公認、せっかく公認になったんやからティックぐらい消さ、もう逃げてお前、このティックしばきに行きの最悪。いやー耐えたかった。おいティックじゃなかったらこれ点決めれたやろお前。おいティックじゃなかったら今いけたんちゃうか、ローサとかなんかダリルとかやったら絶対決まったでしょ今の。まあまあティックをいじめてもしょうがない。さあとりあえずこのエルプリモ VS エドガー、まあ、これはね間違いなくエドガーが勝てるんで、よしこれいける。あーまあ2人に挟まれたらきつい。ティックカバー入れてくれ。確かにちょこちょこカバーは入れてくれてるんやけど、もう今のあのティックじゃないキャラクターやったらワンチャン勝てた。さあさあさあこれも当てていきたいところ。さあこれドリブル狙っていきましょうか。これナイスパス OK からのナイスすぎるティック、お前最高のティックや、お前以外にティックは務まらん、間違いね。ナイスコルト一発目だけ調子よくてウルトでポイ捨てしやがったこいつ。さあまだガジェット残ってるんで、これは点決めれるところ。おおめっちゃティックのいいカバー、おおい最高、お前決めたい、俺は決めたいところ。おいお前ティックお前出番ねえから、ティックお前出番ねえから、止めてナイスこれナイスパス、ガジェットいける、ウルトたまんなよ、よっしゃ危ねえ、ティックじゃなかったら止められてた。くるくるくれラップ、くる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 